インフレームス、インフレームスは、スウェーデン出身のヘビメタルバンド。もともとは、メロディックデスメタルシーンの火付け役的な存在であった。特に、メタルコアをはじめとした、次世代のヘビメタルバンドたちに影響を与えたとされる。ただし、活動中に徐々に音楽性を変化させ、デスメタルから脱却し、現在の音楽性は、オルタナティブメタルに属する。 初期の音楽性はデスメタルの中にアイアンメイデンなどに影響された叙情的なツインリードのフレーズを織り込んだものであり、その羊は英国を含む欧州型のヘビメタルにあると言える。フィフスアルバムのクレイマンあたりからアメリカ市場を意識したと思われる曲調が見られるようになり、シックスアルバムのデローテツーリメインで完全に方向転換し、オルタナティブメタルや メタルコアよりのサウンドとなった。シンセサイザーを多用するサウンド、ミドルテンポでの跳ねるようなリズムや、デスボイスとクリーンボイスの使い分けといった、メロデスを基調としながらもモダンな要素や、キャッチーさを平持つ、音楽性はアメリカを中心に広く受け入れられ、ブレークを果たすこととなった。同時にメタルコア勢を中心とする、若手バンドたちに大きな影響を与えた。 エースアルバム、カム・クラリテでは、シックスス以降の音楽性を基調としながらも、初期のアグレッシブな音楽性に回帰を思わせる点も、見られる。ナインスアルバム、エーセンス・オブ・パーパス以降は、オルタナティブ・メタルへと音楽性を移行し始め、その後、デス・メタルから脱却した。ファーストアルバムはメンバーが、セカンド以降と、ほとんど異なるため、ファーストと同じ曲が名前を変えて、 他のアルバムに収録されている。ゲンダークとランキルティーのミカエル・スタンネがボーカルを務めてた時期もあった。1990年にスウェーデン・ヨーテボリ・ブーヒュース兼、ヨーテボリにて、イエスパーストロムブラードを中心に結成される。最初期のメンバーは、イエスパーストロムブラード、グレン・ユングストローム、アンダース・イワース、ヨハン・ラーソンの4名であった。当時、 イエスパーストロムブラードとアンダースイワースがセレモニアルオースで活動していたこともあって当初は目立った活動はしていなかった1992年にアンダースイワースが脱退1993年にイエスパーストロムブラードがセレモニアルオースから脱退し活動を活発化同年にカール・ナスルンドが加入正式ボーカリストが不在のため ダークとランキュリティのミカエル・スタンネがセッションボーカルとして参加してデモテープデモ93をリリース。どうでもの楽曲の作詞もミカエル・スタンネが担当した。どうでものレコーディングはスタジオ・フレッドマンで行われ、以降レコーディングはスタジオ・フレッドマンでフレドリック・ノルド・スロームによるものとなる。このデモをきっかけにスウェーデンのインディペンデントレコードレーベルのロング・アゲイン、レコードと契約。 翌1994年にファーストアルバムルナーストレイをリリースしデビューする。同アルバムでも引き続きミカエル・スタンネがセッションボーカルとして参加した。引き続き作詞もミカエル・スタンネが担当した。同アルバムのメンバー写真にはミカエル・スタンネが他のメンバーと共に写っている。その後カール・ナスルンドが脱退。同年中にファースト EP サブターニアンをレコーディングしリリース。同 e P 頃には、イエスパーがドラムスを担当することがほとんどなくなっており、ボーカリストとドラマーに数人のゲストミュージシャンが参加している。サブターニアンリリース後、正式ドラマーとして、ビョーン・イエロッテが加入。セカンドアルバムの制作に入るが、ボーカリストは定まらず、アルバムでもテープ作成の段階では、 マーダックのボーカリストのヨアキム・ゴスベルグがセッション参加していた。そのため、ヨアキム・ゴスベルグがセカンドアルバム中の楽曲、デディターナティの作詞を手掛けている。その後、1995年中頃にセレモニアルオース、モトダークとランキュリティのアンダース・フリーデンが加入。バンド体制が整う。以降の作詞はアンダース・フリーデンが担うようになった。 1996年にセカンドアルバム、ザ・ジェスター・レイスをリリース。リリース後、ブロング・アゲイン・レコードが活動を停止し、ドイツのニュークリア・ブラストに移籍。続いて、1997年にサードアルバム、ホーラクルをリリース。同アルバムのレコーディング後に、グレン・ユングストロームとヨハン・ラーソンが脱退。脱退は、バンド活動に対する疲れが原因であった。この脱退を受けて、 ピーター・イワースが加入。ピーターは、再初期に参加していたアンダース・イワースの実定である。またギタリストには、ガーデニアンのギタリスト、ニクラス・エンゲリンが、ライブセッションを経て、正式に加入。リリース後、ツアーを行う。このツアー中、1998年2月に、初来日している。このツアー後、ニクラス・エンゲリンが解雇される。解雇の理由は、ガーデニアンによって、 ニクラスがインフレームスをメインバンドに置くことができないというものであった。ニクラス・エンゲリン脱退後、ドラマーのビオン・イエロッテがギタリストに転向。この転向を受けて、サクリリッチのドラマー、ダニエル・スウェンソンが加入。この加入によって、サクリリッチは解散している。これまでラインナップが流動的で、メンバーがなかなか固定されなかったが、この交代劇を最後に、 約12年間、不動のラインナップとなる。1999年にホースアルバム、コロニーをリリースする。リリース後の7月には、2度目の来日を果たしている。2000年にフィフスアルバム、クレイマンをリリース。リリース後の2000年11月に、アルマゲドンとザ・ホーンテッドと共に3度目の来日。この来日公演のうち、11月16日に、 赤坂ブリッツで行われた東京公演の演奏がライブアルバムザ東京シュオダウンとしてリリースされた。2001年にはスリップノットのサポートでアメリカ合衆国でツアーを行う。このツアーの後にはアイスドアースと共に再びアメリカツアーを行う。2002年にシックススアルバムレローテ2リメインをリリース。同アルバムからフレドリック・ノルードストロームのプロデュースを離れ、 ダニエル・ベルグストランドがプロデューサーとしてついる。リリース後には、スレイヤー、ソウルフライと共にアメリカツアーを行った。引き続き、多数のライブをこなしつつ、2003年には EP、トリガーをリリースし、続いて2004年にセブンスアルバム、サウンドトラック2 u イスケープをリリース。2006年にエースアルバム、カム・クラリテをリリース。同年後半のツアーでは、 イエスパーストロムブラードが個人的な理由で離脱し、元メンバーのニクラス・エンゲリンがセッション参加。さらに妻の出産を理由に病院イエロっても離脱。エヴァグレーのヘンリック・ダンヘイジがセッションで参加した。スタジオ・フレッドマンが移転した後のスタジオをイン・フレームスが購入。イフスタジオを開設した。以降、このスタジオでレコーディングを行うようになる。 2007年にナインスアルバムのレコーディングを行う。ボーカルプロデュース、レコーディングは引き続きダニエル・ベルグストランドが担当し、この他のパートのプロデュース、レコーディングはロベルト・ラギが担当した。2009年のツアーからアルコール依存症の治療と個人的問題の解決のために、イエス・パー・ストロムブラードがツアーを離脱。ニクラス・エン・ゲリンが代役を務めた。 それから約1年が経過した2010年2月12日、バンドリーダーのイエスパーストロムブラードが脱退。イエスパーストロムブラードの席を開けておくとの理由で、メンバー補充はされず、引き続きニクラス・エンゲリンがセッション参加していた。しかし、イエスパー脱退から約1年が経過した2011年に、ニクラス・エンゲリンが正式メンバーとしてイン・フイムスに再加入した。 テンスアルバムのレコーディングは2010年終わり頃から行われており、ニクラス・エンゲリンは参加していない。センチュリーメディアレコードに移籍して、2011年にテンスアルバム、サウンズ・オブ・エー、プラグラウンド・フェージングをリリース。テンスアルバムリリース後、センチュリーメディアを離脱。離脱後、レーベル未定のまま2013年12月にスタジオ入りし、イレブンスアルバムをレコーディング。 レコーディング後にドイツのソニーミュージックと契約、同社参加のエピックレコードに移籍した。2014年にイレブンスアルバムサイレンチャームズをリリース。2015年11月、ドラマーのダニエル・スベンソンが脱退した。脱退の原因は家族との時間を大切にするため、脱退発表の時点で公認は決まっていない。2016年6月に 過去に15年近く所属していたニュークリアブラストと再び契約した。同年9月に新ドラマーとしてモトレットのジョーリカルドの加入が発表された。同年11月、トゥエルフスアルバムバトルズをリリース。同月末にはベースのピーター・イワースが脱退した。脱退の理由は別の試みに注力するためとしている。2018年7月。 ジョーリカルドに代わって、タナー・ウェインが2018年のライブツアーに参加すること発表した。セカンドアルバムより、ブックレットには必ず名ザ・フォース・ビー・ウィズ・ユーの文言が書かれている。イエスパーの飼い猫の名前がスカイ・ウォーカーであることからもメンバーの多くがスター・ウォーズのファンであると思われる。作曲とレコーディングはアルバム収録曲しか行わない。そのため、 フォースまでに収められた日本版ボーナストラックはすべて書き下ろされたもの。フィフス以降はライブ音源となり、AS ではボーナストラックそのものがなくなった。ソイルワークの曲、リジェクションロールの PV にインフレームスのメンバーがカメを出演している。また、インフレームスのトリガーの PV にはソイルワークのメンバーがカメを出演を果たしている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。